ブラゾス軍はアメリカ合衆国テキサス州の中央部東に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は19万4851人であり、2000年の15万2415人から27.8%増加した。軍庁所在地はブライアン市であり、同軍で人口最大の都市はカレジステーション市である。 ブラゾス軍は1841年に設立され、軍名はブラゾリア軍と共に、軍の西の境になっているブラゾス川にちなんで名付けられた。ブラゾス軍はブライアンカレッジステーション大都市圏に属している。1837年、現在のブラゾス軍領域の大半はワシントン軍に含まれていた。ワシントン軍を二分するブラゾス川が、 軍政府に行くための障害になっていたので、1841年1月に、新軍のナバソタ軍が設立された。その最初の軍政委員会は、ハンジュの R.E.B. ベイラーが主催し、その年後半に、現在のブライアン氏の西14マイルにあった、ジョセフ・ファーガソンの家で開かれた。軍庁所在地は、モーデカイブーンにちなんで、ブーンビルと名付けられ、ジョン・オースティンの資産の中にあり、 1841年にハイラムハノーバーが測量した。翌1842年1月、ナバソタ軍はブラゾス軍に改名された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は590平方マイルであり、このうち陸地586平方マイル、水域は5平方マイルで、水域率は0.76%である。 以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ありがとうございます。